皆様こんにちは、JG です。浅香山緑道の桜。1、今日の経路。浅香駅から浅香山公園を通ります。浅香山緑道から大和川公園へ。大和川公園から浅香山駅へ。2. 浅香山緑道。浅香駅です。西除川から大和川へ。浅香山公園を通って浅香山緑道へ入ります。本日は3月30日です。阪和線の橋梁。浅香山浄水場。ここはツツジが有名な場所ですが、桜もすごいですね。阪和線の橋梁です。与謝野晶子歌碑と桜。綺麗な桜並木です。川河口から 5.6km ですが、この辺りまで汽水域です。浄水場ですが、現在大和川からの取水は行われていません。理由としては汽水であること、そして大和川の水の汚染がひどかったことが挙げられます。ツツジの準備もできていますね。4月中旬ぐらいからツツジが咲きます。今年は4月末には終わっていました。
ツツジの花のつぼみが見えます。つぼみの準備できています。堺市水道事業発祥の地石碑です。関西大学堺キャンパスです。南海浅香山駅です。関西大学堺キャンパスです。南海浅香山駅です。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。